現在、ロシアはウクライナに対して平和維持軍という名の軍事介入をすると決定したみたいだね。ついにロシアが動き出したってわけだね。前々からロシアとウクライナの関係性は危ういものがあったようだし、この決定の突拍子もないというほどでもないよな。とはいえ、均衡が破られたという意味では、ある種の転換点となりそうだぜ。そうだね。これに伴い、ウクライナでは予備役兵や市民が、昨日も軽傷銃を使って射撃訓練をしているみたいだよ。また、2022年2月26日にはキエフのマンションにロシアのミサイルが命中したらしいんだ。ウクライナの国防省は25日、首都キエフの予備役に計1万8000丁の銃を配布したと発表しているし、言うまでもなく、もはや止められないものとなっているぜ。さて、今回はそんなロシアとウクライナの一方を受けて、日本でこんなことが起こらないことを願いつつ、小銃射撃の極意について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに、小銃の取り扱いで絶対に守らなきゃいけないことがあるんだけど、何かわかるかな？やっぱり暴発が怖いし、安全第一だから、戦場の敵兵以外、絶対に銃口を人に向けてはいけないってことかな。そうだね。銃っていうのは人の命を簡単に奪えてしまう凶器だから、取り扱いには十分すぎるくらい注意する必要があるからね。他には、撃ての号令がかかるまで引き金に指をかけないということだな。暴発を注意するには、そもそも引き金に指をかけないことを遵守する必要があるぜ。うんうん、人の命を奪う道具だからこそ、安全第一をモットーに取り扱うことが重要なんだよね。それじゃあこれらを念頭に置いて、早速小銃の解説に移っていくね。まず自衛隊の小銃の概要について、自衛隊が使用している小銃は弾丸の直径が 7.62mm の64式小銃と、直径が 5.56mm の89式20式小銃となっているよ。64式小銃は、口径 7.62×51mm、9弾28入弾装、重量 4.3kg、全長 990mm、重心長 450mm、発射速度は分間500発となっているんだ。次に89式小銃は、口径 5.56×45mm、9弾20発または30発入弾装、重量 3.5kg、全長 916mm、重心長 420mm、発射速度は分間650から850発となっているね。20式小銃は、口径 5.56×45mm、9弾30発入弾装、重量 3.5kg、全長 851mm×779mm、重心長 330mm、発射速度は分間650から850となっているぜ。弾薬は 7.62×51mm と 5.56×45mm を使うよ。いずれもナトー弾が使用されているんだって。ちなみに 51mm と 45mm は薬莢の長さを表しているぜ。89式小銃の命中精度は単射では射距離300メートルで方向固定標準偏差がともに19センチメートル以内とされているな。また連射では2メートル以内だぜ。このことは弾着が標準正規分布するものとすれば、射距離300メートルの目標に対し単射をした場合、確率として直径26センチメートルの円に射弾の半数は入るということだね。また連射でも2メートル70センチメートルの円内に入るんだって。このことから、銃そのものの命中精度が高いことがわかるよね。次に小銃の各部の名称を、図で示しながら簡単に説明していくよ。まず、A が銃口、B が小円錐待機、C が足、D が小錐、E が火筒、F が弾倉、G がスライド、H が小門、I が引き金、J が悪波、K が銃波、L が銃床、M が徒工となっているんだ。次に射撃姿勢について説明していくよ。小銃射撃で命中精度を上げるためには、姿勢が大事なんだ。厳格な姿勢で銃を確実に保持し、正しい照準で、冷静な撃発をすることで小銃弾丸は目標に当たるってわけ。小銃を信頼して厳格な姿勢が取れれば、射弾をまとめることができるんだね。当然だが、熟練者の射弾散布は小さいぜ。このことが表すのはいかに姿勢が大事かってことだな。正しい姿勢は銃の群れを少なくすることができ、反動を吸収することができるからこそ、集団率が上がるんだぜ。基本的な射撃姿勢を無視すると、射撃姿勢は命中精度が高い順に、足使用伏せ打ち目打ち、図1、伏せ打ち目打ち、図2、座り打ち図3、膝打ち図4、立ち打ち図5、腰打ち図6、突き打ち図7だね。防御中や攻撃中に敵との距離が遠い場合は、伏せ打ちから膝打ちもできそうだね。敵と近づくと当然のことながら、
命中精度より減速性が重視されるな。つまり射撃姿勢は状況に合った姿勢を選択することが重要ってわけだ。そういうことだね。右利きの人を例としてそれぞれの姿勢について注意点を説明していくよ。まずは足使用伏せ打ち寝打ち。この姿勢は最も安定した命中率の高い姿勢となっているよ。体を地面に密着させ、銃の反動を真後ろで吸収するんだ。右手でアクアを持ち、足を地面に押し付けかつ、銃を肩に引きつける方向に銃を引く。この際、引き金を引く人差し指は完全に力を加えないようにする必要があるよ。そして、左手で銃刃を確実に保持し、銃の上方向への振動を抑え、右目を照準線に入れるため、首は少し曲げるといいね。また、胸骨で銃を下に押すことで命中精度を上げることができるよ。次に伏せ打ち寝打ち。この姿勢は全身間でも停止してすぐに、安定した射撃ができる姿勢となっているよ。地面に体を密着させ、左手で銃の重さを支える。右手は足使用伏せ打ちの時と概ね同じだね。圧力面圧測定フィルムプレスケールを服の肩に貼って、銃の反動を模擬して銃を後方に押すと、このフィルムは力が加わった場所が赤く変色するから、この変色模様を参考にして、射撃姿勢の点検ができるんだ。簡単に言うと、熟練者の模様と同じ模様になるように練習するってわけだね。理想は銃の方向と両肘、腰、両膝の位置が常に同じようになるように練習するといいね。ちなみに銃と背骨のなす角度は30から40度となっているよ。次はスラリ打ちと膝打ち。この姿勢は地形を利用するための姿勢だな。前に身を隠せる態度があるような場合が有効な姿勢となっているぜ。態度の形が良ければ銃を委託して安定した射撃ができるしな。スラリ打ちは両膝で両肘を挟み込んで銃の群れを止める。膝打ちは左肘を左膝に当てて銃を支える。この場合左右方向の安定が取りにくいから、膝より下に当てるようにする必要があるぜ。次に立ち打ち。この姿勢は全身間に探偵視して行う姿勢だな。戦闘が予想される全身間。通常は銃を控えつつで保持するんだが、控えつつから速やかに射撃できる姿勢がこの姿勢だぜ。立ち打ちで肩から上は銃を伏せ打ちの体勢で保持し、右肘を水平近くに上げる人もいるが、図のように銃声を肩と腕で挟んで、銃の銃声周りの回転を抑えるのも有効だな。腰骨と肩骨を見ると、腰が目標整体に近く、両肩の開きは銃の方向に沿っているだろ。これが理想的だな。次は腰打ちだよ。この姿勢は、立ち打ちと同じく戦闘が予想される前進間の控えつつから速やかに射撃できる姿勢となっているの。迅速性が要求され、命中よりも威嚇を重視した射撃を実施する場合にこの姿勢を取るんだって。この姿勢での射撃はもちろん連射だね。アキラモンを使う照準はしないで、ガンガン撃ちまくるよ。銃を大略敵型に向け、まず一発目の射撃の弾痕が手前の地面に落ちるように左手で銃を上から押さえる。次弾は、次々弾弾痕を目標方向に導くんだ。肩幅を立ち打ちの図と比べてみると、腰と両肩の開きは目標方向に開いた形になるね。次に突き打ちだよ。この姿勢は、敵陣内での射撃となっているの。この射撃の目的は敵に衝撃を与えることなんだって。この姿勢で重要なことは弾倉の交換で、迅速確実に弾倉交換をしなければならないんだ。隣同士で互いに射撃支援しながら、連携をとって弾倉交換を行うよ。打ち方一つとっても、いろいろあってすごく勉強になるね。一つ一つ、状況に適した姿勢があって、ちゃんと意味があるんだぜ。スポーツにも精通することだが、姿勢っていうのは重要な要素だからな。そうだね。それじゃあ次に照準の保持方法について説明していくね。伏せ打ちを例として図示していくけど、右手でアクアを持っていて、左手は開いて筆粒を掴んでいるよね。というより、筆粒を乗せる感じで保持するといいよ。そして人差し指を引き金筆粒にかけ、親指と他の3本の指でアクアをしっかりと握るんだ。そして、銃口の長期飛び上がることを抑え込むように下に押さえるとともに銃を肩に押し付けるよう引く。アクハの握り方は剣道の竹刀の持ち方と同じく手の内を使うんだ。つまり、3本の指、特に小指で引きつつ親指の付け根で押し、アクアに回転を加えることで、銃を下に押さえつつ肩方向に引くといいね。引き金と指の関係だけど、この関係には特に注意が必要なんだ。まず腕の号令で人差し指の第一関節の腹を引き金にかける。図形を見ながら説明するけど、第一関節と第二関節の間にかけてはいけないよ。引き金を第一関節と第二関節の間にかけると、引き金を引く方向が右に傾き、射撃姿勢によりますが銃口が右や左に向くからだね。次は撃発機構について説明していくよ。
簡単に言うと弾丸が飛び出す原理についてだね。小銃の弾丸は薬莢と一体となっているんだけど、この一体になったものを弾と言うんだ。幽閉で薬室の中に押し込まれた薬莢の中の発射薬が爆発し急激に燃えて、ガス圧が急激に上がり、弾丸が押し出される。そして引き金を引くと激光が止めていた激鉄を解放し、激鉄が飛んで8球式小銃の場合は、回転して激震に当たるんだ。激震は、薬莢のお尻にある雷管を叩き発射薬を爆発させるってわけ。頭銃を図示しながら引き金の引き方を説明すると、まず、射撃姿勢が完全であることを確かめるよ。これは暴発や弾痕不明撃った弾がどこに行ったのかわからないことにならないようにするため大事なことだからね。続いて切り替えレバーで、64式小銃は切り替え金でアイコール安全、タイコール単射、レイコール連射を選ぶんだ。ちなみに8球式小銃の場合は、アイコール安全、レイコール連射、3イコール3点制限点に、タイコール単射となっているぜ。引き金と指の関係で示したように人差し指の第一関節の腹を引き金にかけて、指が引き金に触った段階では、引き金と激光は、A の平常位置にあるんだ。この時点では引き金と激光は接触していないよ。B の遊びを引くの段階でこの遊びを一挙に引く。続いて、C の撃発前の絞りの段階では、照準線を維持しながら、引き金を徐々に絞ることになるよ。絞る時の力の入れ方は図11のように射撃姿勢ごとに異なるんだ。D の撃発の段階では、激光で止められている激鉄は、引き金が絞られていき、激光から外れるよ。激鉄はバネの力で激震に向かって飛び、激震が雷管を叩き薬莢の中の発射薬が爆発する仕組みだね。最後に引き金の絞り方だけど、さっきも言ったように、射撃姿勢ごとに引き金の絞り方は異なるんだ。というより、戦況に応じて射撃姿勢が決まり、その時の状況に応じて図11に示す絞り方をするってわけだね。敵と対峙している時の引き金の絞り方と、作業で基本射撃をしている時の引き金の絞り方が異なるのは当然だな。そういうこと。図12に照準線を維持しながら、引き金を絞る要領を示すんだ。伏せ撃ち足使用を含むデイカに厳格な姿勢が取れていたとしても、心臓を止めることはできないし、風も吹くから、当然照準点は動くんだよね。正門を通して目標の青十字線に狙いを定めても照星は動いちゃうんだ。ん？じゃあどうすればいいのかな？これは練習あるのみになっちゃうんだけど、動くパターン覚えて、目標中心に来ることを予測して撃発することが解決策なんだよね。また、撃発後も短時間は照準を続けて見送りを継続することが大事になってくるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。